ラクシュミーバーイー、ラクシュミーバーイー、ロックシュミーバーイー、1835年頃から1858年6月18日は、インド中部にあったマラーター同盟の小王国ジャーンシーハン王国の王妃、インド大反乱の指導者の一人で、イギリス軍相手に優先し、インドのジャンヌダルクとも称される。少年は定かではなく、百三十五年説の他に、 1820年代後半、1828年頃、説もある。没落したマラーター貴族の出身とされ、幼い頃には、マラーター同盟の元宰相、バージーラーを二世に、被護されていたというが、はっきりしない。少女時代より剣術をたしなみ乗馬を好んだというが、これも伝説の息を出ない。彼女が、はっきりとした記録に現れるようになるのは、 1842年に、ジャーアンシーの藩をガンガーダルラーオに突いでからである。ジャーアンシー藩王国は、古来交通の要衝として繁栄していた、マラウター同盟の小王国で、イギリスとの間に、軍事保護条約を結び、藩王国となっていた。1851年、王との間には数子を設けたがすぐに病没してしまい、王は1853年以降から重病となり、 彼女は養子を迎えるとともに、反王国の存続を図るべく奔走したが、インド総督ダルフージーは、後継者のいない反王国は、イギリス東インド会社に併合してしまう。執権の原理、いわば末期養子を認めないムツグ海い駅という反、王国併合政策を推進したため、その尽力も虚しく、イギリス側は全く取り合わなかった。同年12月、王が病没すると、 1854年2月27日に、ジャーンシーハン王国はイギリスに併合されてしまい、ラクシミー・バーイーが城の接種時に告げた拒絶の言葉である。は、今日でもよく知られている。王国を失った後の3年間、陰性のラクシミー・バーイーは表だった、繁栄活動は行っていない。しかし、1857年5月に、インド大反乱が勃発すると、 ジャーンシーでも、シパーヒーと民衆が放棄し、に駐留していたイギリス軍を降伏させ、捕虜を虐殺すると、反乱軍とイギリスの仲介を図ろうとした彼女にも、虐殺過端の権威がかかった。さらに、シパーヒーたちはデリーに転身して、ジャーンシーは空白地帯になってしまい、民衆の衰退を受けた、ラクシミーバーイは、ジャーンシーの失勢となる。資材を投じて集めた傭兵と、 民衆から募った義勇軍を率いた彼女は7月にイギリスと結ぶことで利権を得ていた近隣の藩王両主の攻撃を自ら陣頭に立って撃退し8月にジャーンシー城を奪還して一躍繁栄闘争の旗手として知られるようになったこの件でイギリスと敵対することになってしまったジャーンシーはイギリス軍による攻撃を受けることになる近代装備を持つ 圧倒的な大軍に対し、女子供まで含んだ義勇兵を中心に対抗した。ジャーンシー軍は、ジャーンシー城で頑強な抵抗を続け、イギリスの指揮官少将,将は、あまりの苦戦ぶりに、と書き残している。ラクシュミーバーイも自らライフルを手に戦ったが、半月の牢城戦の末に、1858年4月に、砦は陥落してしまい、民衆の懇願を受けた。 ラクシミー・バーイは、わずかな手勢と共に砦を脱出し、途中で、一旦、イギリス軍に逮捕されたものの、五層のイギリスの士官を手図から斬殺して、脱出したという逸話が残っている。ラクシミー・バーイは脱出した後、カール・ピーで、他の反乱軍指導者たちと合流するが、落としどころを探っていた、他の指導者たちと徹底抗戦を叫ぶ彼女とでは、意見が合わず、 女性ということもあって孤立することになる。ここもイギリス軍の攻撃を受けて陥落すると、再び脱出した彼女は計略を持って、6月1日、クワーリアル藩王国、シンディアヤの支配していたクワーリアル城を無血脱出し、ここを拠点とした。これに衝撃を受けたイギリス軍は、クワーリアル城に大軍を差し向けて攻撃した。同月16日から総攻撃を行い、 6月18日に、迎撃に出陣したラクシュミーは、前線で式中に狙撃されて戦死し、20日に、クワーリアル城は陥落した。ラクシュミー・バーイーとたびたび戦った敵将ローズは、彼女の遺体をダビに伏し、鬼人に対する礼をもって、葬儀を行ったという。ラクシュミー・バーイーは、その際だった美貌だけでなく、民衆を引きつけてやまないカリスマ性と、 優秀な戦術能力を備えており、ジャーンシーハン王国を維持すべく、インド総督に送った書簡は、彼女がインドだけでなくヨーロッパの法律や外交、歴史にも通じていたことを示している。敵手であった、イギリスの士官が残した言葉を借りれば、最も優れた、最も勇敢なるものであった。1947年8月、インドが独立した後、ラクシミー・バーイは、 大反乱の英雄として再評価され各地に銅像が建てられるようになった。なお、インド各地にある銅像では大抵彼女はサリーを着ていることになっているが、実際は絹のブラウスと西洋風の乗馬ズボンという出立ちだったらしい。また、ネルーはその著書の中で、と記している通り、彼女は今でもインドの英雄として数形を集めている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。